日本プロ野球史に名を残す伝説の選手として、大阪タイガース、現阪神タイガースで活躍した影浦勝氏、タイガースを初めて日本一に導いた伝説の選手です。最優秀防御率と首位打者の両方を獲得した唯一の人物であり、投手としてはプロ野球史上初のシーズン無敗、防御率0点台を記録した初代二刀流選手と言われている人物です。東の沢村、西の影浦、沢村が投げて影浦が打って始まったなどと、東京巨人軍現読売ジャイアンツの沢村栄治氏とのライバル関係を例えられ、職業野球の先駆者でもあります。しかし1945年9月20日、先を期待されながらも彼は日本の地から遠く離れた異国でひっそりと生涯を終えたのでした。今回は29歳という若さでこの世を去った歴代ミスタータイガース影浦勝氏の生涯に焦点を当てご紹介していきたいと思います。1915年7月20日に愛媛県松山市で材木商を営む家に生まれると、少年時代は小柄で痩せており、当初は野球ではなく剣道に打ち込んでいました。甲子園の常連校で強豪でもある松山商業高校に進学後も2年生までは剣道部に所属していたといいます。後の影浦氏の長打力の源は剣道による猛稽古で鍛えられた強靭な手首と足腰にあるともされています。そんな影浦が野球選手としてスタートしたのは3年生となったある日のことでした。野球部で選手不足という事態となった際に、当時の指導者だった後藤次郎氏から勧誘されて野球部に入部しました。影浦氏は入部した途端に打球の鋭さや投じた球の速さによってすぐに頭角を現し、元東京巨人軍の三森英夫氏、元大和軍の高須清らとともに第8回選抜中等学校野球大会に出場し、ベスト4に輝くなど素晴らしい成績を収めました。翌1932年の第9回選抜中等学校野球大会では、決勝戦で楠本保率いる兵庫県立明石中学校を接戦の末に下して優勝を果たしたほか、同年夏の第18回全国中等学校優勝野球大会でも、中京商業学校との決勝戦において2回裏から先発、三森の2番手として登板し、9回表に自ら三塁打を放って同点に追いつく執念を見せるも、その直後に中京商業学校の選手が放った打球が影浦の左足に直撃して降板し、三塁の守備につくも足の状態が悪いことに気がついた中京商業側が、影浦が守る三塁側へ執拗なバント攻めを展開した挙句、延長11回にサヨナラ負けを喫して準優勝に終わってしまいました。この悔しさをバネに松山商業学校を卒業後は立教大学へ進学すると、1年生ながら公式戦において打者として長打力を発揮する一方、投手として4勝1敗の好成績を残し、立教大学の優勝に大きく貢献しました。そしてこれほどまでに長打力を取り沙汰される影浦ですが、身長173センチと野球選手としては比較的小柄ながら相当な体色感で、松山商業学校時代には下校途中に松山市駅で販売していた日切り焼きを20個食べてから帰宅したり、若林忠氏とすき焼きで肉1貫目約4キロ食べたら賞金10円という賭けをして勝利した同郷の力士で部屋一番の大食いである前田山英五郎氏と焼き鳥の食べ比べをし、160本平らげて前田山氏が降参し勝利した。すき焼きの肉が煮える前に完食してしまい、他の選手に影浦氏と同じテーブルで食べるのを嫌がられたなどの逸話が残されており、これが影浦氏のパワーの秘訣とも言えるでしょう。そして影浦氏は大学卒業を待たず、1936年2月28日に立教大学を中退し、大阪タイガースと契約を交わし入団に至りました。当初影浦氏はタイガースへ入団する意向はなかったらしく、材木商の実家が山を買うという話に騙されて金を盗まれ多額の借金を負ってしまい、当時タイガースの監督を務めていた森重雄氏から野球で成功しなくても鉄道社員として面倒を見るからと勧誘され、さらに借金返済のために大学を中退してタイガースに入団したとのことでした。そして入団翌年の1937年に4番サードとして活躍し、1937年秋季に首位打者、同年春季、1938年春季には打点王を獲得するなど群を抜いた活躍を見せ、タイガースの初代日本一と翌年の連覇を牽引しました。1937年春季には投手としても規定投球回数をクリアし、防御率 0.93 と巨人の沢村氏 0.81 に次ぐ2位の好成績を収め、打者としてはリーグトップの21長打を放ちました。47打点という数字は春秋の2シーズン制での最多記録となったほか、同年秋季は打率 3.33 で首位打者にも輝きました。なおプロ野球界の歴史の中で最優秀防御率と首位打者の両方を記録したのは影浦のみの快挙となりました。また
このシーズンの出塁率ボイチゴは歴代2位で、1938年春季には31打点で2度目の打点王に輝きました。これほどまでに素晴らしい成績を残す一方で、気に入らないことがあれば、自分の守備位置への打球を無視したり、ボール球を故意に空振りしたり、怠慢プレーを再三見せたといいます。監督だった石本修一氏の日記には、今日も影裏、打球を追わず、打っても走らず、原因不明という記述があったとのことでした。これらのことが原因で、野球殿堂入りを選出する際には、プレーが不真面目という理由から反対意見も出たといいますが、結果的に1965年に殿堂入りを果たしました。しかし影浦の人生を大きく狂わせる出来事が起こります。それが太平洋戦争です。プロ野球が創設されて間もなく、日本は戦時下へ突入します。影浦は1940年から1942年まで徴兵され、影浦が25歳から27歳までの間である。1943年にプロ野球へ復帰して1年間活躍したものの、1944年に再び召集がかかり、それから二度と日本の土を踏むことはありませんでした。1945年5月20日、フィリピンのルソン島で戦死しました。フィリピンで米軍の銃撃を受け、壮絶な死を遂げた、というのが公式の報告として上がっています。しかし、影浦の遺骨はなく、故郷松山の家族の元に戻ってきたのは、現地の石ころ3つだけだったといいます。それを見た弟の健一氏は、こんなものが人一人の命なのかと涙ながらに語りました。かつてのライバルで前年に戦死した沢村栄治の遺骨もなかったといい、戦死した人の遺骨がないというのは珍しいことではありませんが、国のために命を張った人間の遺骨もないというのは思うものがあります。また同郷の前田山氏が慰問でトラリン市に滞在していた折に慰問を受け、その際には歯が抜けてとても痩せていた影浦の姿を見て、当初影浦氏だとは信じられなかったといいます。さらに同じ部隊から帰還した人物の証言によると、影浦氏が飢餓の状態で食料調達に出かけたまま戻らなかったといい、死因は諸説ありますが、食料を探している際に力尽きてしまったのではないかと言われています。今回は影浦勝氏の人となりについてご紹介してきましたが、現在アメリカメジャーリーグでは大谷翔平選手が投打の二刀流として大活躍していますが、名投手の証である最優秀防御率、名打者の証である首位打者、両方を獲得した選手は未だかつて影浦氏以外いません。あの戦争がなければ影浦氏はもっと球史に名を残す名プレーイヤーだったことは間違いないでしょう。戦前の不安定な国際情勢の時代に活躍し、戦争が始まり影浦のようにやりたくても野球ができないという歴史があった上で、今につながっているわけです。職業野球創設期、人々を魅了する野球選手が存在しなければ、この後に続く長嶋茂雄や松井秀喜、イチローや大谷翔平など日本を代表するプロ野球選手は存在しなかったかもしれません。今回は現代をつないだ黎明期に時代を作った影浦勝氏についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。